おはようこんにちは、そうくんです。久々の日本語動画です。今日はこの、小冊子に答えて、キリスト教の目標派について語りたいと思います。では早速、なぜわざわざこのことをやるのかっていうと、この本では仏教とキリスト教を比べています。まあ日本だから多分、みんなキリスト教より仏教の方が馴染みがあると思って、その利用して宣教する、まあ、キリスト教の人、まあ まあ、そのつもりであろう、で、この中の内容を見たが、私はちょっと気に食わないとしか言えない。自分に有利な事実しか伝わっていないし、仏教をディスるばかりで真っ赤な嘘までついて、具体的に何を言ったのか私が読んでみましょう。この11節です。タイトルは、仏教は宗派、キリスト教は教派、似てるけど実は大きな違いがありますと主張しているんですね。内容、まあ一部読みますね。仏教の宗派においては、教えの根幹となる経典はそれぞれの宗派で違います。ところが、キリスト教の場合は、教派が違っていても、教えの基準となる聖書、つまり、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、合計66巻は共通しているのです。まあ、私はキリスト教を専門で勉強しているので、仏教の経典はそれぞれどれくらい違いがあるのかわかんないんですけれども、キリスト教の教派には、旧約聖書も新約聖書も、いろんな違いがあるんです。いろんな、なんていうか、多様性があります。日本ではキリスト教の影響は少なさそうだから、そういう感じが、まあ、みんな同じじゃないかという感じが出てくるかもしれないんですけれども、事実は違います。もしアメリカとかというところに行ったら、キリスト教は一緒ですかって聞いたが、全く違うんです、うん。キリスト教の一番大きい教派は何でしょう？カトリックです、うん。ちなみに私今言っていることはみんな自分で確かめることができます。本屋に行って、こういう分厚い聖書、分厚い聖書、中に、ここ、続編付きで、そういうやつを探してみましょう。ちなみに、ここはもともとこうなってるのではない。私は自分で貼り付いた。1時間くらいかかりました。めっちゃ歌うな。ここは旧約聖書の内容で、ここは新約聖書で、この真ん中のはその今話した続編というやつです。続編は何なのかというと、ここは説明があります。だから自分で本屋でこれを探してみられます。よく見れるのかな。カトリック教は最初の住所を第二聖書として、つまり旧約聖書の一部としています。でもこれだけではない。オーソドックスも自分の少し違う第二聖典が持つ、その両方合わせてやるかが13章。これは合計13章があるのです。というわけです。旧約聖書の話はこうですけれども、新約聖書はどうでしょう？は正直、今の時代ではそんなに違いはないんですけれども、一つの例からこの問題を説明したいと思います。その例は、エジプトの2000万人くらいの信者を持つコプト正教会です。この小冊子を書いている人は多分、プロテスタントですけれども、まあ、みんな多分ご存知の通りで、プロテスタントが分裂したのはカトリックとオーソドックス分裂した数世紀後です。でも、その分離の数世紀前に国と正教会がもう独立している。だから前後にして1000年後前の時間の差があります。で、国と正教会は27巻の新約以外もいくつの章を新約に入れている。もちろん旧約も39巻ではありません。で、なんでこういう状況があるのかを説明しましょう。今、広く使われる39巻バージョンの旧約は、紀元前500年で書き終わっているのが、旧約聖書続編はその時から新約時代、つまりイエスが誕生するまで書かれている、まあ、書物です。
それを聖典として認めるかどうかは宗教の問題ですが、事実はまあこうです。宗教聖典として認めている宗派も、まあ、教派もありました。ありました。あります。新約の状況は実際により複雑です。その原因はイエスが死んだ後、彼の宗教改革運動はバラバラになっていて、だから福音書でさえ4本があるんですよ。だから4本があるのは、それは、うん、別に計画されたものではない、うん、福音書だけではなく原稿録も手紙も牧師録もたくさんありました。もちろん今はそれらの書を異端偽造としている。でもどうやって今の状況に至ったのか考えてみましょう。かつてはね、たくさんのキリスト教の信仰がありました。イエスに対する考え方も新約の旧約との関係についても、たくさんの意見がありました。その中にイエスがユダヤ教を改革しただけという意見かが、それと真逆に旧約聖書と新約聖書の紙は全く別で、ユダヤ人はイエスを殺した悪民族という反ユダヤの意見もありました。その人たちどれも自分が正しいと証明してくれる書物を持っていた。それは大事です。そこからローマ帝国が統一して、教会も統一されていく、まあ概ねそういうことですけれども、いろいろあります。とにかく私たちが今この聖書を持っているのは、あの時の聖書に恵む争いの勝者の意見でどれが正しい、どれが異端なのかを決めている。だからもちろん国と正教会みたいな違う意見を持つ教派があるんです。ただあの時の勝者が自分の意見で一旦と思っている書物を保護そうとしても、保存された書物もコピーされ続いてないせいで、今に至って完全に残された異端の書物や異端の教派はまあそんなにありません。あっても、まあ、少ないですね。まあその中にどれが神様からのインスピレーションで掲げたのは宗教の問題であって、私はここで判断しない。でも事実から言えるのは、今認められた4つの福音書の内容は大体同じですけれども、微妙に矛盾している。ポンの手紙だとしても、ポン本人がそれを書いていないものがいくつあるという意見は聖書学者の間には主流であって共通認識です。あの時の印刷技術はまだないかもね、人の手で聖書をコピーしていたのです。手本と手本の間に微妙な違いもある。それは今でも確認できる事実です。それよりももっと大きな問題があるみたいな部分は、例えば新約聖書を見るとヨハネの8章ですかな、まあ、ここです。うまく見えるのかな。ここ、括弧を見てください。8章の初めのところです。8章初めのところはどんなストーリーなのかというと、まあ、ここは自分でインターネットで検索して見れるものです。もし見たいだったら自分で検索して。イエスを試した人が貫通の罪を犯した女をイエスの前に連れて、まあ、ユダヤ教の法律だと石投げによる死刑ですけれど、どうしますかイエス様みたいな状況になって、イエスの返事は、罪を犯していない人がまず石を投げなさいでした。これは大事なストーリーですよね。でも今の過去に考えてください。過去があるというのは、ここ最初の部分に説明されたように、ここに説明されています。五代の可否と見られる箇所、つまり新約聖書にもともとこういう内容はなかった。その後の何世紀かが追加された内容として見られる、まあ、カトリック教会の仕業多分
と思います。でなぜこういうことまで紹介するのかというと、宗教迫害のせいで今の聖書は大体統一しているんですけれども、その聖書自体は完璧とかそういう、まあ、そういう結論に至るのは難しい。そして聖書の内容にどれが重要なのか、矛盾している箇所はどう説明することにより結構違う信仰も生じている。だからこの小冊子には、その後の内容ですけれども、仏教の場合は教えの経典が違いますから、当然、拝む対象も仏教各宗派では違いがあります。一方キリスト教では聖書が示すどこ聖書が示すどこの宇宙万物の創造主を主イエスキリストを信じる信仰を通じて崇めるという意味においては、各教派は共通していると言ってよいでしょう。そういう意見は正しいですけれども、私から見るとね、仏教はみんなブッダを崇めるという意味で共通しているという意見と同じぐらい価値を持つんじゃないかと言わざるを得ない。私もいくつ日本の教会で見学したことがありますが、そもそも聖書そのものだけで教える教会は存在しないし、みんなが自分の理解で教えているんです。だから、こういう本もたくさんあって教会によって違うんです。これはイエスではないエホバの証人の本です。まあ、他の教会もこういう本がたくさんあります。それぞれの意見が違います。で、この動画の内容は大体以上です。最後に言いたいのは少し自分の意見ですけれども、もちろん私はキリスト教の信者ではないが、この動画で紹介したのはこういうキリストの信者である学者もだいぶ受け入れている客観の事実です。その学者たちも、例えばパウロが書いた手紙じゃなくても神からのインスピレーションがあるかもしれないので聖書に残すべきみたいな、自分の信仰を正当化する意見を持っている。それは大丈夫です。どんな意見を持つのはご自由で結構です。けどこの小冊子の中の内容は今紹介した他にたくさんの仏教をディスするその隣に、それに比べてキリスト教はどれだけ素晴らしいみたいな内容がありました。ハワのせいで私が紹介するのはこの一箇所ですけれども、他人の良くないところと自分の良いところだけを紹介すると、宗教による差別を持つ価値観が生じるんじゃないか。そんな差別な考えを持っている人が宣教しても相手を幸せにしたいという話を言っても、それはただ自分の正しいと思っている信仰を自慢次第、そういう行動を正当化した言い訳に過ぎないんじゃないかと私は思っています。だからこの小冊子を書いている人に、こういう信仰を持つ人に言いたいのは、事実を直面してください。もしあなたの宗教は本当に世界に一番正しいだとしたら、事実で他の宗教に勝てないわけはない、一番正しいだから。もし事実があなたの観点を支持していないなら、それは事実のせいではない、あなたの宗教が間違っているか自分の宗教を誤解しているかかもしれない。いずれにせよ事実を認めて過ちを改めて、自分のためです。では、ご視聴ありがとうございます。またね。